ついに200人はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月10日土曜日、はい、もうね、最初からいきますけれども、どん、はい、ついにね、トリマンチャンネル、チャンネル登録数が、200人達成しました。わー、はい、200ですけれども、気持ちはね、小室ファミリーね、全盛期に言われてましたね、ダブルミリオンっていうね、お言葉がございますけれども、まあね、ミリオン当たり前ね、CD 出せばミリオン当たり前のね、時代がございましたけれども、はるか昔の話ですけれども、まあその頃ね、ダブルミリオンっていう言葉とかもね、出てまいりましたけれども、まあそれぐらいね、自分の中ではね、もう、200というよりは、ダブルミリオン達成したぐらいの勢いですね。まあ言葉の意味は違いますけれども、語呂だけで、言葉の響きだけで、ダブルミリオン行きましたと言いたい感じですね。はい。で、今日ね、ご来店くださった、お客様がね、トリマンチャンネルをね、再生して、スマホでね、再生して見てらしたので、もしかしたらね、その、お二人だったんで、昨日までチャンネル登録数がね、198人だったんで、もしかしたらね、そのお二人が、登録してくださったのかなと思いながら、まあ、とにかくね、チャンネル登録をねしてくださったね、これまで200人の、トリマンチャンネルね視聴者の皆様ありがとうございます。あ、ようやくですね、毎日投稿ね、コツコツやってまいりましたけれども、ようやくね200人達成できました。100人登録ねした時よりは多分早く達成できたと思いますね。で、まあね、1000人登録から YouTube がね、収益化できる条件なんですけれども、まあ YouTube の世界ではね、1000人チャンネル登録いないと人権がないとかね、言われてるらしいので、まあそれ目指してね、ちょっと一応頑張ってやってるんですけれども、とうとうね、5分の1達成できたということなんでね、まあ素直にね、感慨深いし、いや嬉しいなというね気持ちでいっぱいでございます。まあ1000人はね、まああと2年ぐらいやればいけるかなといけるんかな、分からんけど、まあまあそれはね、おまけということでね、まあとりあえずね毎日、引き続きね、投稿というか動画アップしていきたいと思いますのでね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。で、今日ね、土曜日、4月のね第2週ファイナル営業日でございましたけれども、無事ね営業終わりましたと。というわけでね、まあ第2週まで、4月の第2週までの、まあ結果発表をねしていきたいと思います。はい、まずね、前年、まあ前年はね、もうコロナ絶好調のね、第一波の頃ですね。で、お弁当はね、7日ぐらいやったかな。もう途中からやばいと思ってですね、去年の今頃ね、お弁当、第一期トリマン弁当をね、スタートしておりましたね。何日からやったかな。6日から、4月のね、6日からスタートしておりましたね。でまあ、数はね、まあ、大したことなくて、まあ、Facebook のね、メッセンジャーとかコメント欄からね、いただく予約のみで、まあ、4月はやってましたので、まだね、外売りしてない時期ですね。なので、あんまりね、そんなにプラスにはなってないんですけれどもね、なってるか、ポツポツ売ってますね。まあ、最初の頃から。皆さんね、Facebook のお友達と SNS のね、関係の皆様から結構ご予約をいただいてましたね。まあ単純に、パラーっとね、読み上げると、まあ6日じゃないな、7日からか、7日が8個、8日が、22個、9日、9日が、17個、10日が11個っていう感じでね、結構やっぱね波がありますね。はい。でまあ、というわけでね、まあ、前年、発表しますね。前年、2020年対比で比べますと、147.8% でしたね。でまあこれはね、もうコロナ
第一波の頃なんでね、あんまりこれは、対象比較してもね、しょうがないので、まあ、コロナ以前のね数字と比べてみますと、2019年対比で言いますと 109.2% でした。はい、というわけでね、まあ昼夜合わせての数字なんでね、まあ本当だったらもうちょっとぶっちぎりでね行きたいところですけれどもね、まあコロナ以前のね数字と比べても、前年アップというかね、まあ、アップを勝ち取ってますので、あ、まあなんとか、結果がね残せてよかったなと思いますね。まあ本当だったらね、まあ完全に夜が戻ってくればね、もうちょっと行くんでしょうけれども、まあとりあえずね、それでも、まあ足し算の経営でね、まあ今、昼ね、第2期トリマン弁当で、やっておりますのでね、まあそれプラスで、プラスアルファで、まあ前年アップ勝ち取りましたよというご報告でございました。で、今日というかね、で、今週ね、嬉しかったのがね、まあほぼね、まあ25個ぐらいね売れたらいいなということで25目標にやってるんですけどもね、今日はね土曜日なんですけれども、まあご予約の方はね何件か入ってたんで、今日も26個いけるかなと思ってですね、まあちょっと半分残るかもしれないなと思いながらも今日26個作ってですね、まあ結構ねそのご予約と、まあ、SNS 等のね、ご予約の方が、まあ、大半で、まあ、あとはね、知人関係とかが買いに来てくださって、まあ、フリーのね、お客様というか、まあ、道をね、歩いてるお客様のご購入というのは、やっぱちょっとね、今日は土曜日ということで、まあ、人のね、流れもちょっとね、なかったんで、厳しいなーっていう感じだったんですけれどもね、まあ、結果的にはね、26個完売できましたという、ことで、今日今週がね5日から始まりまして、月曜日ね24個で、火曜日が25個で、あとねその後は全部ね26個でしたということで、もうね26個作るのが当たり前というか日課みたいなね感じになってましたね。はい、というわけでね、だんだんちょっとね基準値がぐっと上がって、今までだったらね25個行ったらいいなぐらいだったんですけどね、まあ、26個ちょうどね、ご飯をね、2回炊いて、なんぼかな、10合と、10合と1合、10合と5合ね、2回炊いて、ちょうどね、ご飯が、26個分作れるかなっていう感じで、で、26個ね、毎日作ってるんですけどね、今週はね、まあお天気にもね、恵まれたんでね、安定した、販売がねできて良かったなと思いますね。結構ね本当に新規のねお客様、昼で言うとですね新規のお客様、が結構ね増えてまいりまして、リピーターの方とかね、あとは車でね通りかかった一元の方とかがね買ってくださったりとかですね、まあなんか、結構いい流れが来てるなという感じで、あとまあ夜と合わせてもですね、昼お弁当を買ってくださった方が、夜もねご来店くださる、まあ逆パターンもありますけどね、夜ねご来店くださってで、ね、お弁当やってますよみたいなね話で、じゃあ明日買いに行くねみたいなねパターンとかもありまして、まあ本日もね、昼ね、旦那さんがね、ご来店くださって、まあツイッターじゃないや、フェイスブック予約ね、メッセンジャーで、ご予約いただきましてね、子供さんと買いに来てくださって、夜はねお母さんがお友達とね飲みに来てくださってという感じでね、昼夜ね、ありがとうございましたというね感じで、まあねそういうパターンもね結構増えてきて、意外とね昼と夜のねなんかシナジー効果っていうかねがあったりして、普通ね結構一般的なお店だとランチがディナーにね夜につながればいいなとかいうね、まあ目算でやるスタートするとこは結構あると思うんですけれども、意外とねランチから夜の営業にはつながらなかったりするのがね、まあ結構飲食あるあるだったりするんですけれども、意外とねお弁当効果でね、まあ夜のテイクアウトにつながったりとか、夜ねご来店くださったりとか、まあ逆に、
まあ、夜の、常連さんとかね、お客様が、まあ、昼ね、買いに来てくださるとかいうパターン。まあ、こっちの方が多いかもしれないですね。があるので、本当にね、昼も夜もありがとうございましたっていうね、本当に、感じの、ね、方が結構いらっしゃるんでね、本当にありがたいことだなと思いますね。はい。というわけでね、まあ、今日はね、夜もね、ちょっと流れあんまり良くなかったんですけれども、まあ、そんな中ね、まあ、その、Facebook 予約のね、ご来店くださったね、お二人と、まあ、同級生がね、地元安岡の同級生がですね、ご家族でね、ご来店くださってね、子供がね、3人、ね、双子ちゃんとね、お姉ちゃんと、ね、奥さん側のね方、ご家族と、ご来店くださってね、にぎやかだったんですけどね、いやーね幸せそうだなとね。でまあそんな中ね、カウンターでね、カウンターに、常連さんがねご来店くださっててですね、今日はね、久しぶりにね、お客様からね、もうぼちぼちね、結婚して子供を作らにはやばいよみたいなね、もう、ご心配のねお言葉を連チャンでね、言われましてですね、今ね今年42になるから、今からね子供を仕込んだとて、出てくるのが43とで20歳になるのをね考えたら、43足す20で、63歳になるよと。でもねここで、素晴らしいね数字のマジックがありまして、いつからか忘れましたからもうなったんかな、選挙権がもうあるから、日本はね、18歳から選挙権がある国になりまして、まあ18歳成人みたいなね感じになるらしいんで、61歳ですね。だから今速攻仕込んで、子供作って、ね、出てくるのが、43歳、でも子供がね18になる年がね61歳ということでね、まあこれが現実だよっていうのをね、まあ常連のねお客様からね言われまして、まあその方の最後のねお子様が、何歳の時作ったっていうか、年金もらえる年に、65歳からか、65歳で子供さんが全て、就職まで大学卒業して就職、今年から就職ということでね、全て終わりましたというね感じなんで、早く作らんやねしんどいよというねお言葉を、ね、いただきましたけれども、いやまあねごもっともだなと思いながらもですね、まあ全くね、今のところ予定もないのでね、はよせんにゃねって言われるんですけどね、っていう感じですね。はい、ということでね、今のところまあね、っていう感じですね。はい、というわけでね、なんかね、良縁ございましたら、ご紹介の方よろしくお願いいたします。まあ今のところね、まあ仕事を頑張るしかないんでね、まあ今生きるか死ぬかのね瀬戸際なんで、まあそんな中ね、まあそういうなんかねご縁があればね、また活力ね生きる、まあプラスアルファになりますのでね、まあそういうね、ご縁がありましたらね皆様よろしくお願いいたします。もう私にね残されたリミットはね残り少ないらしいので、はい、ご協力というかね、ご支援よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでね、まあ今のところね第2週終わったところ、まあなんとかね結果が出てますのでね、よかったなという感じですね。まあ今週まあよくね出てくるあのうちの、経営コンサルタント担当もしてくださってるねロイヤルウォーク先輩がね、お弁当ね買ってくれた時にね、たまたま、出張でね金沢と愛媛やったかな、愛知か愛媛、多分愛媛やったと思う、はい、金沢と愛媛に行ってきたと、
おっしゃってね、もうボロボロやったぞと、終わっと町が死んでたよという話をねしてくれたんですけれども、金沢といえばですね、まあ、コロナ以前はね本当に新幹線がね、上越新幹線が通ったこともあり、もうなんかもう東京圏のね、関東圏の、人たちがね、みんな流れ込んだりとか、あとインバウンドとかでね、日本で一番もう物価が上がってるんじゃないかっていうぐらいのね、この景気の良さね、あとまあバンバンホテルも建ってましたしね、すごい感じだったんですけども、それもね無残、もう見るも無残のね状態だったらしい。まず、インバウンドは消えましたと。でまあ関東からのね、旅行客とかもまあほぼなくなりましたという感じでね。であとは、ホテルねバンバン建ってたのがねストップしたりとか、まあ立ち終えたけど、ね、宿泊客がいないというね状況なんでしょうね。でまあロイヤルウォーク先輩曰くね、まあその田舎ほどね、そういう自粛とかを守って、まあ都会以上にね影響が大だぞというねお話をされてましたけど、まあそれはねもう身をもってね、体験しておりますからね、身をもって食らってますからね、我々下関の、まあ飲食店経営者っていうのはね。まあ、他のね大都市とか、まあお隣のね福岡県とかではね、まあ協力金とかがもらえて、まあ多少ね楽ができてるのかもしれませんけれども、我々はね何もなくて、まあただただ自力、あのなんとかね自助で生きていくしかないので、まあ皆さんね踏ん張ってなんとかやっておりますし、まあそれでもダメな場合はまあねもう廃業を選んでるね方々もいらっしゃるっていうね話もちらほら聞こえてまいりましたので、まあ半分言ったらね見殺し状態っていう感じですよね。まあ緊急事態宣言とかね、まん延防止等ね重点措置とかありますけれどもね、まあ全て飲食店、狙い撃ちなだけで、でじゃあ飲食店からねそんなに、まあ陽性患者やらね出まくってんのかって言ったら、数字見たらですね意外と出てなかったりするわけなんでね、まあまあ本当雰囲気でやってるだけなんでね、まあ意外とまあ一番多いのが、病院施設とかね医療施設が一番で、まああとは、ねそういう介護施設とかね老人の、施設とか、まああと学校とかもね結構出てますので、それよりね飲食店から出てるのはね数字で言ったら少なかったりするんですよね。ちょっと細かい数字ちょっと出すの忘れましたけれども、なのに、緊急事態宣言しかり、まん延防止等、ね、重点措置しかり、飲食店対策しかやってないですからね、もう飲食店にはいくら飲食店が悪いみたいなね、なんか対立軸を作りたいのかみたいなねぐらいの勢いで、まあ我々ね飲食特に居酒屋業界とかねはまあ本当に狙い撃ちでね、国家ぐるみでいじめにあっておりますけれどもね、まあ今後ねどうしていくのかなという感じですよね。まあ大阪は今日ね、まあ過去最高のね918人、東京は570人ということでね、まあ関西を中心にねどんどん広がっておりますけれどもね、まあこれがねどこまでいくのかなという感じですよね。まあ今からねそのどんだけ飲食店をねまあ営業させなくてもね、まあ広がっていくんでしょうね。まあ季節性もあるし、まあ新型のね、新型のというか、なんだ変異株、が広がってるようなのでね、まあ飲食店が開いてようが閉まってようが広がっていくでしょうね。で今日ね一番びっくりしたの、一番でもないけどねびっくりしたのが、なんだかなプレミアム宿泊券っていうのはね、今日コンビニで、販売されてたらしくて、コンビニね長蛇の列ができてたらしいんですよね。お客様から聞いたんですけれども、まあまず、プレミアム宿泊券っていうのはね何ぞやと、半額で泊まれるって言ってたかな今日。第1弾ね発売されてたのも知らなかったですけど、第2弾はね発売されてるのをテレビの CM かなんかで見たんですけれども、あコンビニで、買えるんだと。でなんかちょっとねあの機械トラブルかなんかあったみたいで、それでね大渋滞大渋滞で、
行列ができてたよっていうね感じで、どこのコンビニもね今日は、そういうのでね混み合ってたみたいで、思いっきりね密になってるやんっていう感じだったんですけれどもね。まあ要するに県内の山口県内にの宿泊施設に山口県民が泊まるみたいな感じらしいんですけれどもね、結構本当にお年寄りを中心にというかね、みんな買いに行ってたみたいなんですけれどもね、まあそれだけまあお得となればね、マイクロツーリズムじゃないですけれども、まあ県内移動、まあ県内の宿泊施設ね、観光地に遊びに行くっていうのはね、意外とね、あんだけまあ緊急事態宣言中ね、まあ我々飲食店は結構缶ごとりだったんですけれどもね、安ければ来るみたいな、行くみたいな感じなのかなと思ってね、うーんっていう感じでしたね。はい、というわけでね、まあいろんなね、まあ経済政策とかもね、まあ今から出てくるんでしょうけれども、なんかね、さっき見たらツイッターのねトレンドに上がってますけれども、一律給付金かな、っていうのをもう国がね、国債すってねばらまけみたいな、タグができてましたけれどもね、MMT 的なね、感じなんでしょうけれども、すごいなとツイッターのタグでそんなん出てくるようになったんだなと思って、意外ともしかしたらね、また給付金も、一律給付金かな、まあ、10万かいくらか分かりませんけれども、まあ、そういうのもねこれからあるのかもしれませんけれども、去年ね一番経済効果があったのが、まあね、国民全員の10万円配った後は、本当にね、プチバブルみたいな感じでね、まあ、みんなお金使うような感じだったんでね、まあ、財政出動して金ばらまいて、で、国民が、金を使えば景気が良くなるっていうのはね、ああ、ガチでなんか証明された感じでしたもんね。みんなちょっと湧いてましたからね。一番なんか去年であの時期が一番、なんかちょっと景気が良くなってきたなというか、みんなお金使おうっていうね、購買意欲が一番湧いてた、需要がわーっと喚起されてたなというね、時期だったんで、もう一回やったらね、またバッと、盛り返しそうなんでね、どうかなという感じですね。まああと今、まん延防止措置と重点措置か、やってますけれども、まあこれがね緊急事態宣言並みのみたいなねことを言ってるので、また、ちょうど時期がゴールデンウィークとかぶるので、今年のゴールデンウィークもないのかなっていう感じですけれども、まあ大都市圏はそうなのかもしれないですけれども、意外と去年よりはマシかな。もう去年は本当にお正月かっていうぐらいね、車も人もね消えてましたからね。こんなゴールデンウィークは初めてというかね、こんな本当に街から人がね消えてる、しかも観光地ですよ、からとね、多分、海峡館も閉めてたのかな、確か休館してたと思うんですけれども、まあね、そこまでの状態には多分ならないと思うんで、で、まあ、山口県はねそんなに広がってないから、このまん延防止と重点措置みたいなね対象にはならないと思うんですけれどもね、まあなればね、またこれがなればね、我々にも、そういう協力金がねもらえるから、まあそれはそれでいいんですけれども、まあそれでもね、今ちょっとね流れは良くなってきてるんで、まあちょっと今からねまた、どうしても、陽性患者ね、増えてまいりますでしょうから、まあ稼げる時にね売り上げを作って、おかないとね、まあ後半しんどくなるので、なんとか4月はね、4月いっぱいはね本当にちょっと静まってくれという感じですね。でゴールデンウィークがね、今月の4月のね29日ぐらいから、まあ早い人は始まって 7連休かな。で、まあ、30日金曜日がね平日なんで1個歯抜けで、でまた、29が祝日、まあ昭和の日だったかな、で30が平日金曜日ね平場で、普通に、出勤と、で1日から5日までが休みということなんで、どういうね営業日程にしようかなって、ね、ってなるんですけれどもね、まあカレンダー通りかな、カレンダー通りじゃないか、まあ日曜日明けて、まあ、最終日のね4月、5月の5日、休むかなっていう感じかな多分。
まあ、そういう流れになるかなっていう感じですね。ゴールデンウィークはまあ去年よりはあるだろうという感じです。去年本当ねボロボロでしたからね、本当に泣きそうでしたからね。まあでもね、ボロボロやったけど、まあ弁当を売りながらなんとかしのいだ感じですかね。すごいね、5月のね8日8日46個売ってますよね。歴代3位ぐらいかなこれが、うん、なんでね、結構ね、昼の売り上げにも助けられてるなという感じですね、うん、はい。というわけでね、まあちょっと、祝日なんでね、まあお弁当の数がね出がどれぐらい落ちるかわからないですけども、まあ昼もね、まあ引き続き通常通りねやりながら、まあせっかくねお客様がだいぶついてね、来てくださってね、ファンが増えておりますのでね、まあこのままの勢いでね、またちょっと、内容もね、ちょっと検討しながらね、いじりながら、様子見ながらね、まあ継続するのがね、一番大事で、そこに行けばね必ず弁当があるというね形をね作っとけばね、まあ誰かね助けてくれるだろうと、まあ買いに来てくれるだろうというね流れをまずね、維持していきたいと思います。はい。というわけでね、あ疲れた、疲れました。第2週、まあ、疲れたけど、まあ、体もしんどいし眠たいんですけれども、まあね、きつい眠いだるいって言いながらも、なんとかね体が動くようなルーティーンがなんとなくできたので、まあちょっとしばらく、現状維持でね、昼夜営業ね二毛作、足し算の経営っていうのはねやっていけそうな感じかなという感じでしたね。ちょっと今日ね、朝と夜、まあ昼もね、まあ、寒かったんですけどね、朝とね夜がめっちゃ冷え込んだんでね、ちょっと半コミエと半袖なんでね寒かったんで、ちょっとね、風邪ひかんようにせんにゃいけんなと思いながらですね、まあなんとかね、4月は、ちゃんとね利益を出していきたいと思います。まあ今のところね、前年もアップで、一昨年19年度よりも、アップしてるのでね、前年 147.8%、19年度対比、109.2% のね、なんとか結果が出せているので、まあ頑張っていきたいと思います。いやここね変わると嬉しいね。200ねちょっとランクアップした感じがしますね。はい。というわけでね、まあ内容的にはねもうしょうもない内容が多いですけれどもね、まあうだうだ言いながらもね、毎日投稿ね、毎日アップしていきたいと思いますので、まあ引き続きね良ければお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい。来週もね、頑張っていきたいと思いますので、ご予約の方お待ちしております。ゼロ八三二三二一六一九までお願いいたします。なんかね、火曜日がね、ちょっと天気悪くなるみたいなんでね、火曜日できればね、お弁当皆さんね、ちょっと買いに来ていただけたら嬉しいです。はい。というわけでね、チャンネル登録の方も新たなね、ステージに入りましたので、まあ次はね、なんかね、100達成した時はね、YouTube さんからね、おめでとうみたいな通知が来たんですけれどね、200はなかったですね。次ないつ来るのかな、次多分500ぐらいからかな。まあ1000の時は確実に来るでしょうけどね。まあなんかね新しい目標ができてね、またちょっと頑張れそうなんでね、引き続きちょっと頑張りますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。終わります。